お、右の部屋はなんか森の中、なんか森の動物たちや妖精いた。妖精がここでひっそりと暮らして、なんかね、日々うふふふあはははみたいな、そんな生活を送っているかのような空間。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速イルミの館へ。いらっしゃいませ、ラクゼーションサロンイルミの館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回は今までにコラボもねしたことのある実況者プーさんのハチミツ村に行ってみたいと思います。で、このハチミツ村はね、プーさんがまだ実況者になる前に作った村らしいので、ちょっとワクワクしながら行ってみたいと思います。ちなみに前にコラボで行ったところは始まりの村やったかな、あのプーさんの牧場物語を再現した村やったんやけどね。はい、ということでハチミツ村に出発。はい、ハチミツ村に到着。お、めっちゃ桜が前より綺麗。夢の世界へようこそ。あなたは今、ハチミツという村の夢見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のハチミツの世界をご堪能遊ばせ。それじゃあ、ちょっと早速この服を拝借いたしまして。お、なんか手に持つもの2つあるかな、これ。着替えます。あ、なるほどね。コーヒーと、シャボン玉。じゃあ、シャボン玉にします。へい。じゃーん。こんな感じで。はい、それじゃあ回っていこうか。とりあえず、じゃあ、1軒目はこっちの方向かな。ちなみに、ハチミツ村は、子グマ10匹村らしいです。あ、かわいい。かわいいよ。めっちゃゼブラの服着てる、あの子。どうも。ロビン、子グマたちとお話できた？お、いいね、いいね。このなんかちょっと、ちょいちょいあるハートがかわいい。はい、それじゃあ、一軒目。向かいます。あー、かわいい。めっちゃかわいい。いいね、いいね。子グマたち。これは今までこの村に住んできた子グマたちってことかな。あ、ちゃんとこれケースに入っとんや。今初めて気づいた。なるほど。そして、なんかそれを眺める犬。トロフィー飾られてある。あ、これもしかして全種類？銅。これ銅やる多分。で、銀、金。すげえ。え、この家のマーク何？一瞬全部魚釣り大会かと思ったけど全然違った。家のマーク何？もらえるの？なんか。ああいうトロフィーが。あー、かわいい。え、待って。なんかゼルダいるんだけど。え、なんかゼルダいるんだけど。どうした？ゼルダいて、ってことはこれコッコね。コッ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 コ。コッコッコッコ。なんかあれやね、ジャングルに墜落してきたみたいな。ジャングルに墜落してきたお姫様。なんかちょっとね、ここでの生活を強いられるみたいな感じの。そういうストーリーになんかなりそうじゃない？パッと見た感じ。ほい、そして、奥の部屋へ。なんか結構さ、パッチくんってさ、あらしの中でこう、クマっていうよりもリスっぽい感じのイメージなんやけど。継ぎはぎだらけの人生。なんか深いようで、見た目のまんま。あ、すごい。海や、海。海よ。あ、カッペイさんがいる。カッペイさんもいるし、あ、カモもいてるし。あ、なんかいいね、いいね、いいね。そしてなんか、ちょうちんあんこがハスの葉っぱの上で休んでる。めっちゃかわいい。いいね、いいね。そしてなんか、こう、海賊とかがきっと探し求めてる財宝が。私、このさ、潜水艦のね、このプカ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 鳴っとるこの感じがめっちゃ好きなんやけど。ほんと好きなんやけど。え、めっちゃいいよね。確実にそこに水がちゃんとあって、ちゃんと浮いとるよね。
ほい、それじゃあ、右側の部屋へ。お、右の部屋はなんか、森の中。なんか森の動物たちや、妖精、いた。妖精がここでひっそりと暮らして、なんかね、日々、うふふふ、あははは、みたいな。そんな生活を送っているかのような空間。どんなだよって感じやけど。あ、このトロフィーもなんか家のマークついとる。私こういうの全然持ってないんやけど。なんかあれ?ハッピーホームアカデミーの何かしらってこと?何かしら。あ、この辺もなんかね、森の中で撮れそうな感じの。きっと動物たちが集めてきてくれたのね。てかあれなんかな?プーさんの名前は、熊のプーさんから取ったってことなのか、じゃあ。え、だってあれやろ?多分、この家の外におったロビンっていうのは、ね、プーさん出てくるクリストファー・ロビンじゃないかなと。うさぎやうさぎ。月にいるうさぎ。いいね。いいね。この辺もなんか星、流れ星表現しとる感じ。すごい。めっちゃいいやん。え、これすごいな、床。クレーター。これは?こういう床があるの?それか、マイデザ?はい、それじゃあ、地下へ。なんか急激にちょっとなんか生活感が。急激な生活感。え、もしかして他の部屋めっちゃ気合入ってるけど、本人こういうところで暮らしているの?この空間だけで暮らしとったりして。もしかしてグルミン好きなんかの?グルミン可愛いよね、アイドルよね。もはやだらしなさすぎてテレビ見えてないよ。上のものぐらいは。ね。はい、そして。なんかあれよね、今度、公開される、公開されとんかな?ちょっと日付がよく、いまいち分かってないんやけど、今度する映画、くまのプーさん。あれは、クリストファー・ロビンが成長した後の、なんか話みたいな感じなんやろ?こうなんか、結婚して、子供もいて、まあ、こう家庭を持った状態で、日々のストレスがね。そして、最近森に来てくれないね、みたいな。プーさんたちの言葉。なんかそういうのちょっといいよね。成長。結構なんかあれじゃない?実写化とかって叩かれたりとかするけど。まあ、ディズニーっていうのもあるけんかな。クマのプーさん、だいぶなんか面白そうっていう期待がね、みんな高いよね。菜の花の真ん中に、パッチ、蜂蜜村。そしてここに何気にこれ見て、道があるんよ。私の好きな感じの。はい、そして2軒目。あ、2軒目ちょっとラブリーな感じ?お、そしてこじんまりとしている。お邪魔します。お、一部屋だけなんやね、ここは。なる、カフェなんかな、一応。カフェ?美容室?美容室か。美容室で、待ち時間にこれを出してくれるってこと?豪華。豪華。なに、芸能人とか来てるのもしかして。カフェやってるよ。来てね。カフェなのか?カフェの傍ら美容室ってこと?趣味?あ、プーって書いてる、もしかしてこれ。あ、すごい、プーって書いてる T シャツ。かわいい。シンプルイズベスト。ね。こっちじゃなかった。はい、そして。あ、3軒目の家向こう側にあるやん。ちょっと待って。じゃ、とりあえず、お、これはなんだ?青いチェスト。シンプルなチェア。なんか家具が捨てられてあるよ。どうしたの?これプーさんやね。マーティー大好き。いないけど。おらんのかーい。おらんのかーい。ゲットできんかったんかな。じゃ、プーさんの家、お邪魔します。あ、かわいい。あ、まさかのポンポンプリン。あ、なるほどね。マーティーね。マーティンの写真。写真の裏に小さな字で何か書いてある。好きな言葉はお出かけ。かわいいか。かわいいかよ。あ、なるほどね。マーティーが好きだから、ポンポンプリン。なるほど、なるほど。そういうことか。クマじゃないのにって一瞬思ったけど。そっちね。そっちね。あ、見てこれ。積み重ねてある本まで、ポンポンプリンなんだけど。いや、かわいいわ。いいね。
マーティーへの愛でこれだけ集めるの素晴らしいな。はい、それでは、マーティーもゲットできたらいいんだけどな。あ、確かに服もこれポンポンプリンのやつだな。ちょっと最初気づかんかったけど、なるほど、一回入ってみたら、なるほど、ポンポンプリンだわ。はい、それじゃあちょっとこっち側に ER の気づかんかったんやけど私。あ、すごい、一列一列でこうちゃんとお花の色が分けられとる。そういう根気がね、私にはなく。ま、ここなんか一番豪華そうな感じじゃない？ほら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 。ね、こういう奥まった場所にある。あ、なんかほら、めっちゃ豪華やん。お？どうも。ね、違う違う違う。ここは教会？ベル、結婚するの。え、かわいい。結婚式場や。いいね、いいね。お邪魔します。お？結婚式場じゃなかった？これなんか商店街みたいな感じかな。あ、なるほど、なるほど。こっち美容室？あ、違った。あ、すげえ。すげえ、このタイプのベッドが。あ、これ何？転がっていけるの？このまま転がっていけるんや、すごい。すごい。ここはなんか、お偉いさんの部屋なんかな。ひぃ。ひぃ、大金が。大金が床に置かれているよ。事務所的な感じか？はい、そしてこっちはメニューが出とる。カフェかな？コーヒーのマークあるし。あ、違った。部屋だった。なるほど、そういう感じなのね。把握。把握しました。こっちはなんかどこかのお嬢様みたいな感じだね。いいな、いいな。なんか私このスゴロクでさ、遊びよる動物たちが見たいんやけど、めっちゃ。これさ、あれよね。あの、ポケモリにもあったよね。使ってくれないものなのか。使ってほしいんだけどな。ほい、そして、奥の部屋へ。おー、教会。あ、クマ！クマとの結婚！じゃ、これを、マーティーだと思って、じゃ、プーさんとマーティーの結婚式みたいな感じね。なるほど。この村にいたら、クマと結婚することになるのね。そして私も多分いずれ顔の周りに毛がうじゃうじゃと生えてきてクマになるんだわ。あれやね、この村の子グマ住人、元は人間だった説が。はい、それじゃあ2階へ。お、2階は、レストラン！バイキング式？いいね、いいね。来週お寿司食うわ。でも、お寿司を大量に食べると思われる。お寿司とデザート。いや、やっぱその辺は外せんやろ、バイキングで。いいね、夜景の見えるレストランとか、おしゃれい。おしゃれい。はい、そして地下へ。お、地下お風呂や。お風呂、おまらんよんぞ。あ、待ってこれ。シャワー浴びてる。シャワー浴びてるの、お兄さん。めっちゃ私変態みたいやん。ずかずか入っていってさ、人がシャワー浴びてるとこね。こんなとこにもいたら見えんかったりしやん。え、お風呂に監視カメラあるんですけど。誰が何をチェックするんだ。なんかすごいな。バラエティに飛んでる場所だな。ね、ちょっと、入った先が意外すぎて。あ、すごい！何これ？下これちゃんと展示ブロックとかあるんやけど。え、すごいすごい。この床は、あれ？ないでさ？え、めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。この普通のね、レンガと、プラスの展示ブロック。え、めっちゃそういう現実味好き。最後の最後ね、めっちゃこう、庶民的な、
生活感あふれる部分にめっちゃ興奮するっていう。え、だってこういうね、非現実的な世界で現実的なものってめっちゃなんか、ね、嬉しくならん？はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、実況者になった後のね、村も十分すごいんやけど、いや、実況者になる前からもうね、やり込んでらっしゃる。すごいな。